久保さん、今回、得にしましょうか。得を積むってあるじゃないですか。まあ、自分がやった方が得ですよね。なんか、得を積むというか、なんか、自分でなんか、いろいろやった方がお得かなと思います。うん。まあ、さっきね、ちょっとね、あの、お手伝いいただいて、その方もなんか、人を雇って、雇って、まあ、いろいろやってたんだけど、うまくいかなくて失敗しましたみたいなお手伝いてきてたんですけど、もうね、大変ですよ。 本当に。自分使った方がいいですよ。人を、人は使うな、自分を使えっていう、ね。人は使うな、他人は使うな、自分を使えっていうね。これが僕はね、すごくいいと思います。うん。そもそも人っていうのは使うもんじゃないっていう。人なんだから。道具じゃないんだから。うん。自分は自分ですからね。人は人ですから。やっぱここはね、 勧誘なかなかできないですよ。うん。だからまあ自分をいっぱい使えば使うほど自分の得要はスキル、スキルですよね。スキルがアップしていくるんで、あの、と、得ですよね。だ徳を積むっていうのはスキルアップだったりとか、なんだろうな、なんかその得になり得るものを積んでるってことですよね。うん。でもね、それを人になんかどのこなやってると、なかなかね、 難しいですね。やっぱ自分が一番いいと思います。うん。いってらっしゃい。